皆さんこんにちは、まもるです。今回はまだテニスをやったことないけどやってみたい、まだ僕は初心者なんだ、結構やったけど行き詰まったなって人に向けてテニスの楽しさを最高に語っていきたいと思います。本気で語るので3分だけ付き合ってください。ぜひよろしくお願いします。なぜこの企画を考えたかというと、コロナウイルスが流行し密の環境に身を置くのが難しい時代になりました。そんな中でも広い空間でアウトドア、そして全国的で楽しいテニスをより多くの人に知ってもらいたいと思ったからです。そしてテニスを頑張ってる人にとっても素晴らしいスポーツやってるからって再認識してもらえるように、またこの動画をきっかけにライバルができたり仲間ができたり、テニス人口が増えることでいろんなパターンの人とテニスができて必ず成長がありますので、ぜひ友達にもテニスの楽しさを伝えてみてください。そしてですね、この動画だけでいいので紹介してほしいです。あわよくばチャンネル登録、あわよくば高評価、あわよくばコメント。そしてですね、今回のテーマはテニスはどのようなスポーツなのかということを説明していきたいと思います。テニスの楽しみ方は様々です。ラリーを続ける喜び、次に試合、試合はシングルスもあればダブルス、団体戦などもあります。30分ほどで終わるショートマッチから5セットマッチ、4、5時間かかる試合もあります。そこで皆さんに質問します。皆さんはスワヒリ語って喋れますか？スワヒリ語はケニアやタンザニア、ウガンダなどアフリカ大陸にある国で喋っている言語です。なかなか知らないですよね。ちなみに私も知りません。知りません。スワヒリ語のスの字もわかんないんですよ。でも僕は多分ケニアの人とコミュニケーションを笑顔で取ることができると思います。多分ですが分かち合えるし、多分ですが仲良くなれるし、多分ですが仲良くなれます。なぜだかわかりますか？それはテニスがあるからです。コミュニケーションは何も会話だけじゃないんです。ジェスチャーや表情、そしてテニス、テニスはボールでのコミュニケーションなんです。私の生徒は海外の方多いんですけども、すぐ仲良くなれます。真剣にテニスをやってできたら一緒に喜んで笑顔になることができればもう十分仲良くなれるんですよ。だから英語も日本語も大切なんですが、ぜひテニスも頑張ってください。もちろんですね、他のスポーツも素晴らしいと思うんですが、なぜこんなテニスを推すかというと、たった2人でできるし、コート代を人数で割ればもうめっちゃ安くでできるし、そして何より寿命が伸びるんです。寿命が伸びるんです。寿命が伸びる、寿命が伸びる、人間の寿命平均とかっていうのがあるんですけど、僕が言いたいのは健康寿命のことなんですよ。健康寿命とは健康的に活動ができる寿命のことを言います。何もやらない人と比べてなんと9.7年、やばない。ちなみに第2位のバドミントンは6.2年、第3位のサッカーは4.7年。てか普通にヤバくないですか？約10年ですよ。なんでこんなに健康寿命が伸びるかというと、走るし止まるし、ねじる動き、横の動きもあるし縦の動きもあるし、普通に全身運動なんですよ。その上めっちゃ頭も使うんです。普通にやることまみれだから飽きないし、全て自己責任だから勝った時の喜びが最強だし、負けたら地の果てまで落ちます。まあそれも経験ですからね。しかもですね、レベルは初心者からロジャー・フェデラーまでいますから、上手くなったらなったで自分のレベルに応じたチャレンジをすることもできます。いや、テニスやっててよかった。だからマジで皆さんもやってください。そしてやめないでください。ラケットなんかメルカリで1000円で売ってますし、まずはやってみて考える、やらない理由ないですからね。あ、そんなこと言っても難しいからなとか、どうせできないしな、苦手なんだよなとか、向いてねえんだよな大体テニスとかっていう人に向けて、超基本的なところから、超基本的な動画を毎週金曜日に配信するんで、ぜひやってみてください。見れば絶対できるようになりますからね。約束します。まずはコートの予約から始めましょう。あ、もうこんな時間だ。テニス行ってきます。それではさよなら。